はこのような形で衆議院議員を辞職することに言葉に尽くせぬ深い懐悟を抱いている。皆様の信頼を裏切ってしまったこと、万死に値すると考える。お金で人の心を変えると考えた自らの品性の下劣さに恥じるばかりだとコメントしています。私は無実とは一言も言わなくなっちゃった。でもこの後のコメント見てても、はい、その河井克行という一人の人間に何が起こったんだろうっていう感じがするんですよ ね。なんか神父さんに言われてですね、それはまあ懺悔をしたとか、はい、まあ本当に長年の敬虔なクリスチャンだって聞いてるんですけども、はい、ただどう考えてもですね、裏のある話だということは否めないと思うんですね。だって何一つ心に響くものがないなって感じがするんですけどね。でおそらくそれ自民党の本部もそのようなことをやりなさいよということを河井さんに勧めていたという、そういう、これあくまでも憶測です、推測なんですけども、はい、で一方自民党の二階俊博幹事長という言葉はですね、意味を知らなくて使ったんではなくてですね、分かっててお使いになったと思うんですね。万死に値すると言ってですね、法廷で詫びたということであれば、本当に詫びるということは何を詫びるのか、1億5000万円のお金がどこから出てきたのかということを明らかにすることが国民に対するお詫びだと思うんですね。ところが自民党としては我が党は関係ありませんと言って突き放す、だからこそあれは他山の石ころなんだというような言い方をしたわけですよね。だけど1億5000万円ってお金は当時の党の総裁であった安倍前首相と当時の幹事長であった二階さんの承諾なしに党からお金が出ていくわけがないんですね。しかも対立候補の水野さんは1500万しかもらってない。で、いや1億5000万党が出したんですよと言ったところでですね、1億5000万のうちの1億2000万円は政党助成金から出てるわけですよね、と国民の血税ですよ。で血税で票を買うというですね、一番悪辣な行為をしたことになる。でこれを認めてしまえば自民党は河井さんが万死に値しろとどう言おうと本体は自民党にあったんだということが明らかになってしまうんですね。だから勘ぐって考えは3月15日以降の議員辞職、これをしてくれと、3月15日以前じゃなくていいと。だけど原資に関しては一切口をつぐむと、そういう約束で辞職したらどうですかということになったとしか考えようがない。だからそれを受けて他山の石というような表現になったと。しかしどう考えてもですね、対立候補の10倍からのお金を配っておいて知りませんでしたでは通らないし、じゃあそれを議員の買収に使われた国民で我々の懐から出てったお金で議員を買収したんですかということになるわけですから、これは私は万死に値するのは河井さんご本人ではなくてそれをさせた方々ではないんですかということを問いかけたいと思うんですけどね。まあこれ大谷さん、邪推だと言われてもしょうがないんですけど、河井さん、あんたの将来というものはこういうような形で、はい、まあ、あなたの生活というものは支えていくよというような、よく昔からあるような話があったんじゃないかっていう、はい、ことでね、例えば議員には戻れないかもしれないけども、ね、何らかのポストはあなたには地位は約束するよと、はい、その代わりって交換条件があったんじゃないかと言われても、それは絶対明らかにはならないでしょうけども、どう考えてもそういうことはあったんじゃないかと思っちゃうんですけどね。そうですね、もうことここに至ってはですね、おそらく1億2000万円の出資も言わないと思うんですね。であるとすれば、私たちはやっぱり司法に期待することは、これだけの100人からの買収をして94人の方は選挙の買収資金だったと思ってらっしゃるという事実を突きつけてですね、検察が厳しい求刑をして裁判所もそれに応えて元法務大臣が刑務所に入るというですね、これだけのことをしたらたとえ法務大臣でもあっても丸坊主になって刑務所に入ってもらいますよと、それぐらい日本の司法は怒ってるというところをですね見せて、それで資金を提供した方々にもですね、とんでもないことが起きてると、元法務大臣が何年間か刑務所に入ってるんだと
いう事実を突きつけるしか私はないと思いますね。はい。김정은 동지 우리는 당신밖에 몰라.